皆さんは、聖書というものが、旧約聖書と新約聖書があることは、もう知ってらっしゃるわけです。で、この旧約聖書から、いつも言うように、新約聖書が生まれたわけです。だから、旧約聖書を知らなければ、まあ、これ失礼な話ですよ。旧約聖書を知らなかったら新約聖書のわからない。何のことかわからない。だから、僕はもう学生の時でしたけど、妹が新約聖書を読んでた。ほんで、世界の教養として、やっぱ新約聖書を知ったらダメだと思ってこう読み出した。ほんだら、一番初めにマタイの福音書って知ってるでしょ？マタイの福音書。その1ページのところに、アブラハムの子、イサクの子、ヤコブの子、何とか書いてあるやん。ナイナイの子、ナイナイの子、約1ページにわたって。そしてイエス・キリストがここから生まれたと書いてある。だから1ページ全部ブワーッと人の名前で、しかもカタカナ。アブラハムから始まって。なんやこれ？それでやめたんです。わかんないかな？だけど、そこに出てくる人の名前は全部旧約聖書で活躍した人の名前。例えば、アブラハムってことですが、今、ウノクラブの人とアブラハムについて研究してますが、アブラハムって古代ユダヤの始まり、始祖なんです。で、彼のその信念が、ユダヤを動かしたわけですね。もう今が4000年前の人物ですが、これすごい人物なんですよ。で、そのアブラハムという人物のことが初めに出て、その子供がイサクで、その子供がヤコブなんですが、で、ずーっとこの人の名前書いてあって、最後にイエスが出てくるわけ。ね。ほんで、これが新約聖書の頭なんですが、今言ったように、それぞれの人物は旧約聖書ではもう活躍する有名な人なんです。だから旧約聖書を取って知ってる人にとっては、アブラハムという名前を見たら、躍動する活躍がもう浮かんでくるわけです。前にお会いしたと思いますが、例えば坂本龍馬。もう皆さんわかるでしょ？ねえ、高杉晋作ってわかるじゃない？織田信長になったら力も湧いてくる。はあ、そうでしょ？外国行って、例えばスウェーデン行って織田信長。でしょ？ねえ。こんなもん、デンマーク行って、例えば、誰でもいいんですけど、源義経なんてんだってなもんですね。彼は全然わからないですよ。それと同じように、私たちは、ここが怖いんですよ。織田信長のことを世界の人が知らなくてもどうでもいいんですが、こっから、このところから、旧約聖書の、今言った古代ユダヤの始祖がアブラハム、そのことがずっと書いてあるんですが、新約聖書が出てきて、これがキリスト教社会になり、その次に、ここはイスラムでいるわけ。イスラム。つまり、コーラン。だから皆さん、本屋さん行って、買わなくていいですか？コーランこう読むと、旧約聖書のこと、分かったこととして書いてあるわけ。あ、分かりやすい。この言葉。もう分かったものとして、コーランが書いてあるんですよ。だから日本には、コーラン読んでも、コーラン分からんわと。そらそうや。旧約聖書知ってんだ、そらあかんねんさな。え？もう一つある。ユダヤ、タルムード。タルムード。これユダヤのタルムード、ユダヤ教ですわ。で、これが大体全世界でしょ？ね、アメリカとロシアが戦争したって言うけど、アメリカもロシアも、こっちはロシア正教じゃない。こっちはプロテスタント。間にカトリックは。全世界は、やっぱり旧約と新約。ね、イスラムも今言った通りです。世界12億。で、ユダヤ教。で、こう考えてくると、これが世界最古なんです。BC1500 年から BC400 年頃に完成したんです。旧約聖書ってのは。縄文時代なんです。変わってないんですよ、内容全然。で、これが分かったものとして、コーランが出てくるわけ。わかります？ね、その一番初め、その一行目、その前に言わなあかん。旧約聖書はだいたい1400ページある。旧約聖書全体で。その1ページが、今見てる、皆さん2ページのこの B なんです。初めに神が天と地を創造した。ここが始まるんです。これ一番初めなんです。英語で言う、in the beginning God って書いてある。初めに神が天と地を創造した。また話す。日本にわからないこの意味。はじめに神が天と地を。わかったようなわからないような。英語で神は God。でしょ？ドイツは God。旧約聖書のヘブライ語そのものはエロヒム。何のことだ？これ大文字書いてあるんです。ということは、神は唯一である。だから日本人の場合は小文字の G-O-D-S。だから、日本語に訳す場合、神々って言ってるんですね。日本人の神観念は。だから、昔の偉大な人であったり、山であったり、岩であったり、こういうものを神々なんですよ。だから、日本語でこういうものを神々でまた神ってありますから、このガッドも日本語で翻訳したときに、神と訳しちゃった。ほんなら、旧約聖書の言ってる創造主なる神と、日本人が考えてる神と同じもんだと、明治で思っちゃったんです。明治の時代。だから、日本でもさっぱりわからない。一行目がわからないですよ。
ただ、さっき、エジボトで帰るでしょ。僕の友人が、エジボト行って、それでだんだん親しくなってきて、日本のインテリは神なんて信じないんだって。俺も神なんか信じないんだって、胸張って言って、どつくりかけたんですよ。イスラムの世界で、ガード、神なんかないなんていうか、本当の世界ありえない。お前、神を知らずに生きてるのか。そうなんですよ。日本ではインテリは、俺は神なんか認めない。いいかけ、神なんか認めない。こういう言い方するやん。ねえ、外国入るときパスポートで、あなたの宗教は何ですか？ No, 何もないです。アホいう意味です、これは。そういう倫理観も何にもない、根拠も何もない、バカって意味だね。だからもう、すべてが変なんですわ。仏教って言ったら仏教って言ったらええやん。私はアマテラスお女神です、言ったらええやん。No。だから、もうそのところから、違うって言ったら失礼ですけど、これから起きることについて、あるいは物質の決断について言うときは、ちょっと理解はしておいてください。ね。ちょっとすいませんが、2ページの B。はじめに神が天と地を創造した。だから、天と宇宙、地は地球。天地を作られたお方という意味ですね、神は。ね。3のところに、その時神が光をあれとおせられた。だから、天地を作った後で光って書いてあるんです。やがて人間が作られ、植物が出て、あるいは魚が出るわけ。そういう生きとし生けるものにとって一番必要なのは何ですか？つまり、命が養われるために必要なのは、光です。光です。我々忘れちゃってますけど、光なんですね。だから、神は光あれと仰せられた、と書いてある。ヘブライ語の言語は、光あれ。で、神は光に命じてないですよ。光ある、と書いてあるんです。光をあれ。で、なんかこう、上と下、光をあれ。光ある、と書いてあるんです。すると光ができた、と書いてあるんです。天地創造という映画がございましたね。今から数年前。3時間半ぐらいの長い映画ですが。その時も初め真っ暗。ほんで、その時に、初めに神は天と地を作られた。声が聞こえてきて、神が光を割れと仰せられた。で、その真っ暗の大きな大きな画面に光がパーってあるんですよ。ほんで音楽がドーン。あれ、真泉敏郎という、もう亡くなりましたが、日本の作曲家が作ったんですね。あの音楽は。だから世界的な規模で。だからやがて生き物ができた、魚ができた、やがて人間が作られた。それも世界各国で、あのわずか初めの5分間を撮るのに世界各国へフィルム回しながら行ったんですよ。有名な映画です。もちろんアメリカの映画ですが。もしね、まあ、興味あるならば。で、B のところの27。ずっと行って飛んでるんです。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。海を増えよ、地を満たせ、地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。ここに人間ということで書いてあるんです。人。ね、男と女に作ったと書いてあるんです。男と女。ここにも男と女がおるわけです。男と女に作られた。こう。面白いですよ。どうして？戦争が、昔戦争があったら男の人が戦争で死ぬわけ。すると必ずその国の人口は男が増え出すんです。だからどの人口、どの民族とってみても男と女は常に大体1対1。で、ここに人間おかしな手を作りまして、この頃は男と女の海分け。女が生まれかけたらもういらんとか、やってるわけです。だから男と女ってのは本当に不思議なもんですよ、これは。だからある人たちは、あ、神が男と女に作り分けた、と考えるわけです。これ、世界の常識なんです。この27。神はこのように人をご自身の形に創造された。形。うん、この形っていうのは、日本語の場合はこういう型、あるいは形と、神の形、神は形あるのか、神は形ない。こういう日本語の時はこれ無理あるんですね。この形という意味は、影という意味だ。神は人を影として作ったって言うんです。影という場合は二つの意味がある。二つの意味で影なんです。一つは、必ず、本体から離れて影はない。そうでしょ？影だけ生きてたら気持ち悪いじゃないですか。影だけ言ってたら。だから人間がおったらその横に影ができるわけ。もう一つは、本体そのものではないけれども、大体、本体を表すのが影なんです。ね。だいたいこの鏡見たら、あ、男の人だ、女の人だ。近づいてくる、遠ざかっていく。だいたいわかるでしょ？だから人間というものは、神そのものではないけれども、神から離れて生きれないものが人間だ。第二は、
神そのものではない、人間は。だけど、神の性質のある部分を人間は担ってる。これは影で言います。だから神の形に作られたって、そういう意味なんですね。いいでしょう、こうして読んでくると。何も難しい本じゃない。だから、あの人は、旧約聖書とか、そんな言うたら、まあ、宗教の本や。読んでないんです。食わず嫌いって。だから何歳も何歳になってきても、世界の人々の考えはわからない。失礼ですが、僕は19歳の時、非常に若かったですよ。19歳の時、もう髪の毛を持ってありました。で、その19歳の時に、世界の政治経済、あるいは芸術、文学、何でもいい。解く鍵は一体何だろうと。さあ日本人の発想も綺麗ですよ。いっぱい立派なあるんです。だけど、日本人の発想は世界に通用しない。日本には理解できるお互い。だけど、一歩外へ出たらダメじゃないのと、これは。じゃあ、世界を解く鍵は、これさえあればピタッと解けるのはないやと。随分考えました。そして今言ったように19歳の時に、あ、旧約聖書だと思ったんです。ほんで研究したんですよ。もう今67歳になりましたが、もうずーっと今でも研究してます。40数年。だからライフワークです。だから僕は情報の仕事しておりますが、便利ですよ。どんな欧米の人と話してても、旧約聖書の発想わかりますから。お前さ、嘘だろうと。お前そんなこう考えるはずがないとか。びっくりするわけです。お前日本人なのにどうして我々発想がわかるんだ。そう。こういうことなんです。だからなんで第二次世界大戦日本は負けた？発想がわからなかったから、外国人の。みんなそうなんですよ。だから、例えば、情報という仕事を、仕事で言ったんですが、旧約聖書の中に民数記というのがありますが、いよいよモーセが率いてきたユダヤの民が約束の地に入る。川を越えて。その時に彼らは、あの地、我らが今から入る地の情報を取らせてくださいと言ってますよ。ほんで、情報を取るために、12人の人をモーセは放つわけです。ほんで、集めてきた情報、それを分析して、川の向こうの人たちはどういう生活してどういう歴史を持ってるか調べてからこうですよ。情報なんです。なんか日本とアメリカが戦争する前にアメリカが集めたのは情報ですよ。日本にも性格も全部。なんか真珠湾攻撃に引っ張り込まれるわけ。ね？もっと。戦争終わってなんで日本の男たちは国家とか国を愛する心がなくなっちゃったんだろうか。向こうは日本を知り尽くしてるから、こうすれば日本は立ち上がれないように戦後教育やったんですよ。戦後教育全部。だからもう完全ですよ。だから彼らは占領した時に国を取ったんじゃないんです。日本人の心を占領したわけですわ。それは旧約聖書に相手をやっつける場合は情報を取れ。それを活用するわけですから。だから世界で一番情報のうまい奴は誰だ？イスラエルのモサドって言われてるでしょ？情報なんですよ。日本には情報の価値を認めない。目に見えないものはお金ないわ。お金なんかそんな注ぐのバカらしいわ。情報ですよ、皆さん。どんだけいい会社持って、どんだけ素晴らしい技術あっても、例えばそれを販売するとか、情報ですよ。今でも日本にはわからない。